長治は、秦末から中華民国、満州国の軍人、政治家。北京政府、奉天派に属していた。名は後に塩洗いと改名。字は、古珍。はじめは、学問を志し、錦州中学堂で学んだ。しかし、科挙廃止などで状況が変わり、1906年、張作霖の準防衛で、司書、書記長となる。1913年、奉天陸軍工部道府評科を卒業した。以後、第27師将校参謀、軍官団教育長などを歴任している。1918年、砲兵第27団団長から、奉天陸軍第2混成たびたび長に昇進した。翌民国8年、基地長陳樹氏を兼任している。1920年、東小鉄路守自軍総司令も兼任した。1921年、長治は、両陳樹氏兼しばらく編第1混成たびたび長となった。1922年、第一次、笹久慈化戦争に参戦し、奉天派自体は惨敗したが、率いる、第一混成旅は善戦して、張作霖の評価を得ている。その後、両陳樹氏の管轄地域に戻り、軍隊の訓練と管轄地域の産業振興に尽力して、勅令派への報復を目指した。1924年は、東北陸軍第3師師長に昇進し、さらに、熱化徒党を兼ねた。しかし、熱化徒党としてのは、アヘン栽培の大規模推進、熱化工業銀行からの紙幣大量発行を通して、自軍の拡張と私腹を肥やすばかりであった。1925年11月の各省令の長、作霖に対する兵変では、長治は傍観して、どちらのためにも動こうとしなかった。このため、核の兵変が鎮圧された直後には、熱化徒党から罷免されてしまう。1927年春は、安国軍大元帥府軍政、州法所所長に就任した。またこの頃に、ラブリー国と共に、日本へ、実業視察に赴いている。6月に奉天派が敗北し、張作霖が爆殺されると解職され、後に、大連に逃げ込んでいる。第二次、笹久慈化戦争時の長治1931年9月25日、延期に鎧、宇宙官、長治ら9名は、関東軍司令官、本庄茂から、奉天地方維持委員会委員に任命された。28日、延、長金伯の3人が協議し、奉天地方維持委員会で、遼寧省政府の機能を代行することにつき、決定した。しかし12月15日に、雑色武氏が、奉天省政府主席として決定された際には、事前に何ら知らされなかったこともあって、像の下につくことに不満を唱えた。ついには、が何らかの策謀を企てたと、日本側に判断され、先手を打った日本軍憲兵に拘束されてしまう。翌1932年2月28日に、一切の政治活動を行わないことを誓わされた上で釈放された。また、これを機に塩洗いと改名している。満州国建国後の1933年、塩洗いは満州中央銀行幹事に就任した。1937年4月21日に同行副総裁へ、さらに1940年5月3日に同行総裁へ昇進した。1943年5月2日、任期満了に伴い総裁の地位から退いた。満州国滅亡後に国民政府が信用を接収するとは国民政府の下で活動している。しかし、中華人民共和国建国後の1951年、人民政府当局により、反革命運動従事の罪で逮捕、処刑された。享年68。ありがとうございます。